皆さんこんにちは、メオチューブクラフトです。この動画ではリバーシブルで使えるカトラリーケースの作り方を紹介します。このようにくるくるっと巻いて紐を本体に巻き付けて使います。汚れが気になった時は洗濯もできます。紐をほどけば簡単に広げることができます。非常に使いやすい作品です。袋の部分に指を入れてくるっと返します。すると表と裏が反対になります。こんな感じですね。リバーシブルで使うことができます。カトラリーケースの完成サイズはこちらになります。お箸、スプーン、フォークなどを収納できます。他にも文房具を入れてペンケースとして使ったり、扇子を入れたり、アイデア次第で様々な使い方ができます。ぜひ好みの布を用意して作ってみてください。それでは始めていきましょう。材料はこちらになります。 28cm×28cm、 28cm×28cm、 紐の部分は 28cm×4cm の布を使います。まずは紐の部分から作っていきましょう。このような市販の紐を持っている場合、こちらの布を使わなくても大丈夫です。紐を手作りする場合は右端 2cm の部分と残りの部分でアイロンのかけ方を変えていきます。右から2センチの部分を半分に折ってアイロンをかけます。もう一度半分に折ってアイロンをかけます。こんな感じになります。残りの部分もアイロンをかけていきます。裏の布を上にしておきます。半分に折ってアイロンをかけます。一度開きます。中央の折り目に向かって上下それぞれを半分に折ってアイロンをかけます。さらに半分に折ってもう一度アイロンをかけます。このような感じになります。先ほどアイロンをかけた右側、ここを縫い代 1cm で縫います。このような感じで縫い終わりました。この後ピンセットを使って布を返します。その時縫い代部分がごわつくと思います。気になる場合ハサミで切っておくと良いでしょう。切り終わったら一番上の布を1枚だけピンセットで挟んでください。くるっとひっくり返します。そして一旦下へ向けて動画の通りピンセットで挟みます。もう一度ひっくり返します。このような感じで縫い目を中に入れることができました。角の部分を整えます。形を整えるためもう一度アイロンをかけます。周りをぐるっとミシンで縫っていきましょう。左端の部分は縫わずに残しておいてください。縫い目が落ちないように気をつけながら縫っていきましょう。このような感じで縫い終わりました。続いて本体の部分を作っていきます。本体の布は中表の状態で重ねます。上の布を縦半分に折って折り目をつけます。布を広げて中央に印をつけます。今度は上の布を横半分に折って折り目をつけます。布を広げて左右に印をつけます。先ほど印をつけたところを直線で結びます。2枚の布を重ねた状態で線に沿って切ります。布を切るとこのような感じになります。こちらの端切れは使いません。本体なんですが中表の状態で重ねています。下の部分を縫い代 1cm で縫っていきます。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。
このような形で縫うことができました。縫い終わったら裏面を上にして広げます。縫い代を割りながらアイロンを当てます。縫い代を割ることができたら、今度は表面を上にしてこのように重ねてアイロンをかけます。縫い代1センチで縫っていきます。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。縫い終わりましたら表面を上にして広げます。ここの中央にあたる部分が谷折りになるイメージで布を重ねてください。このような感じですね。先ほど作った紐を用意します。縫い目がない方の紐を三角の部分に当てます。ずれるのが心配な場合、クリップなどで留めておくと良いでしょう。右側の角に当たる部分を左側に重ねます。このような感じですね。周りを縫っていきましょう。その時なんですが、5センチほど返し口を開けておきます。縫い始めと縫い終わり、紐の部分は返し縫いをします。紐の部分を返し縫いしておくと強度が増します。はい、このような感じで縫い終わりました。返し口は5センチほど開いています。この後返し口から布をひっくり返します。その前に周りの部分や角の部分を少し切っておくと、ゴワゴワしなくて綺麗な仕上がりになります。返し口から布をひっくり返します。角の部分も指でしっかり押し出してください。ここが返し口になっています。アイロンをかけて形を整えましょう。周囲を縫っていきます。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。この場所を縫う時も縫い目が落ちないように気をつけてください。このような感じで縫うことができました。以上でカトラリーケースは完成です。袋の奥に指を入れてくるっと返すと、表と裏を簡単に返すことができます。このような感じでリバーシブルで使うことができます。この動画が役に立ったな、なるほどと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンをよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。